我が輩は猫であるの著者、夏目漱石。実は残念なエピソードが多いんです。文豪漱石を身近に感じられる1分、スタディ。 漱石は8人兄弟の末っ子年生まれ、なんと1歳で養子に出されます。3歳で受けた予防接種で天然痘を患い病気人生がスタート。7歳で養子先の親が浮気をして家庭崩壊。住む家を転々としていきます。そんな最悪な環境の中でも勉強一生懸命頑張って、現在の東大に入学します。そこで出会った生涯の友が歌人正岡式でした。そんな式に残念なあだ名を付けられます。負けず嫌いで、頑固者、実はそれが漱石なんです。 漱石は人生を通して体を悪くしていましたが、それもそのはず、1ヶ月に4キロジャムを食べていたそうです。自業自得じゃんって突っ込み入れたくなりますよね。それから、英語教師としてのキャリアを積んでいった後、ロンドン留学をします。明治時代に留学、超エリート。だけど、現地で英語が通じない英語の先生なのに、最悪だーってショックを受けて引きこもりになります。これだけいろんな残念エピソードにあふれた漱石だからこそ、たくさんの名作を生んだんだと私は思います。ありがたい。ありがたい。